この中からこれからの日本の競馬を背負って立つ人材が羽ばたいていくことになります。今年の出場騎手の皆さん9名これからご紹介してまいります。騎手の皆さんは名前を呼びましたら壇の方へとお進みください。あのスマートファルコンの小崎健調教師の息子さんです。村山明厩舎に所属で昨年4月のデビューから40勝超え、 JRA 立東代表は小崎亮也騎手です。父は想定資産とこちらも親子高です。2014年最多勝利新人騎手賞、立東から2人の代表で中央勢4回目の優勝を目指します。 JRA 立東松若風磨騎手です。ご声援ありがとうございます。高知に前乗りをして騎乗をしました。この前向きな姿勢と豪胆な騎乗で北海道勢石川大和騎手の分まで頑張ります。北海道競馬から井上寛太騎手です。お兄さんの山本俊哉騎手は第21回の新人王、史上初の兄弟制覇なるか。平成24年南関東最優秀新人騎手、船橋代表山本俊樹騎手です。両親は名古屋のジョッキー、そしてお兄さんは新人王にも出場しました大井の横川怜央騎手。勝負服は父のデザインを受け継ぎました。競馬一家の魂です。船橋代表2人目は横川直騎手です。すらりとした長身の現代っ子がジョッキーとして奮闘しています。高知の武者修行で15勝を挙げた準地元代表でもあります大井代表襟口裕樹騎手です。さすがに声援もたくさんありがとうございます。デビュー2年を待たずして100勝を超えました。 NAR グランプリ、そして日本プロスポーツ大賞の新人賞、この全日本新人王で3冠を狙います。大井代表笹川翼騎手です。厩務員の経験は決して遠回りにはなりません。馬をよく知る男がジョッキーとして馬を操り2年間結果を出してきました。笠松代表山下正幸騎手です。憧れの宮下ひとみさんと同じ南九州の出身です。背中を追ってデビューした名古屋で後継者となるべく活躍を見せているところです。今回の好一点、名古屋代表木の前葵騎手です。以上9名のジョッキーによって今日の全日本新人を争われます。ぜひご声援ください。さあそれでは記念品の贈呈に移ります。はじめに株式会社東京スポーツ新聞社広告局長永田英信様から授与されますが、騎手を代表して JRA 小崎亮也騎手に受け取っていただきます。よろしくお願いいたします。頑張ってくださいとの言葉とともに握手です。ありがとうございます。続きまして高知県馬主協会専務理事西村光雄様お願いいたします。受け取りは JRA 松若風磨騎手にお願いいたします。頑張ってくださいと短いアイコンタクトがありました。さあ続きまして高知競馬開催委員長小松正史からの記念品は北海道競馬井上寛太騎手に受け取っていただきます。頑張ってください。以上記念品の贈呈でした。ではここで出場騎手を代表いたしまして JRA 小崎亮也騎手からファンの皆様にご挨拶をお願いいたします。JRA の小崎亮也です。今日は高知競馬場にお越しいただきありがとうございます。今日の新人走破戦では9人全員が優勝を目指して全力を尽くして騎乗するのでぜひ応援よろしくお願いします。頑張ってください。JRA 代表小崎亮也騎手のご挨拶でございました。ではずっと私この下手の方に移動いたしまして、はい、木の前葵騎手にお話を伺います。まずは決戦の地高知にやってきました木の前騎手、今のお気分いかがですか？すごくドキドキしています。名古屋で宮下ひとみさんの後を継ぐべく大活躍をしています。デビューしてからここまで振り返っていかがですか？そうですね、最初よりも、まあ、馬に
どんどん自分の成長が分かるようになってきたんですけれども、ここで力を発揮できたらなと思います。今日はどんな騎乗を見てもらいたいですか？これまで名古屋競馬と笠松競馬で培ってきた騎乗を生かしたいんですけれども、いろんな競馬場からみんな来ているので、ちょっと違った競馬にして楽しい競馬をしたいなと思っています。では最後に改めてファンの皆さんに抱負をお願いします。私のでいいんですか？9人代表してでも構いませんよ。シンキングタイム、あ、ごめんなさい間が合わない、ごめんなさい。はい、行きましょう。はい、一度限りの新人王の座を取りたいので、みんな頑張ると思うので応援よろしくお願いします。頑張ってください。日の前青木氏にお話を伺いました。ではファンの皆様にプレゼントがございます。まずお手元の花束をプレゼントしていただいて、それからカラーボールを使いまして皆様に出場騎士のサイン色紙をプレゼントをいたします。はい、はい、じゃあまずは花束のプレゼントをお願いいたします。どうぞ。あ、もう前に出て行って、あの手渡しでも投げ入れでも大丈夫ですよ。そしてカラーボールの方は、受け取られた方は、高知競馬場のスタンド1階にあります受付の方でサイン色紙とお引き換えください。ではカラーボール準備ができましたらどうぞ投げ入れてください。お願いいたします。後のスーパージョッキーの新人時代の色紙、かなり価値があります。カラーボール受け取られた方はスタンド1階受付にてお引き換えください。それでは紹介セレモニーを終了いたします。最後に大きな拍手をお願いいたします。皆さん頑張ってください。では新人騎士の皆様ご退場ください。東京スポーツ新聞社協賛第29回全日本新人王走破戦競争第2レース第3レースに1、2戦が行われます。どうぞご参加ください。ありがとうございました。